はい、本日私は読谷村の木名にございます金吉そば読谷本店の方に足を運んでおります。本日はこの方からお声をいただきたいと思います。それでは早速自己紹介よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは、金吉そば読谷店本店の店長の千葉名というものです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ早速ですが、本日まあ金吉そば読谷本店の方に足を運んでいるんですけども、こちら金吉そば読谷本店さんの方はこのオープンはいつからされていますか？はい、ですね、オープンの方は2008年の2月17日にオープンしてますね。もう今年で14年目となってます。はい、もう結構長い間から、まあ、この金吉そばの方されているということなんですけども、こちらの読谷本店とありますが、読谷以外にもお店の方はございますか？はい、恩納村の店舗にもう一つ、恩納店というのが一つあって、あと那覇の国際通りの方に、那覇むつみ食堂店という金吉そば那覇むつみ食堂店というのがあって、で今のところ、3店舗やってますね。はい、今現在、まあ、3店舗経営されているということがありましたが、実際にこの金吉そばさん結構人気の、ね、高いそば屋さんとなっておりますが、実際金吉そばさんのおすすめまた人気の、ね、商品とかありましたらぜひ教えてください。はい、金吉そばのおすすめの商品はやっぱりあのお店の、店舗の名前の、金吉そばが一番有名ですね。金吉そばの方はお蕎麦の上に三枚肉とあと厚揚げとあと別皿で軟骨ソーキがついている、一番人気のお蕎麦ですね。はい、そうですね、その他にもねまたおすすめのメニューがあるということで、ですね、担々蕎麦というのがおすすめですね。あの好きな人はすごい好きで、練りごまとかすりごまとかごまの風味がすごい効いてる、あのちょっとピリ辛のお蕎麦がもう好きな人にはもうすっごい好きで、蕎麦じゃなくて担々蕎麦ばっかり食べる人がいるぐらいハマってる人がよく続出してますね。はい、そんなもうリピーター続出のねメニューがねありますこの金吉そばさん。さあこちらのね商品またこのメニューのこだわりとかあればぜひ教えてください。はい、ですね、一つはあの麺のこだわりなんですけど、麺の方は、国産小麦をとあと県産小麦、かな産小麦を使った、麺を使ってますね。はい、国産と県産のブレンドで、作ってます。はい、であとお出汁の方も、カツオや、トビウオ、煮干しなどあと8種類の、魚節を使って、作ってますね。ありがとうございます。まあ、そんな、金吉そばさんなんですけども結構ねもう割と僕もですねこの道沿いとか走っていると非常にね、たくさんのお客さんが列を、ね、並べているこの金吉そばさんなんですけども、実際どういった、お客さんの方が多いですかね？はい、ですね、結構地元の方もよく来るんですけど、やっぱ観光シーズンになると、やっぱり噂を聞きつけてとかいろいろ調べて、こちらを選んでくれるお客様が多いですね。観光シーズンだと観光のお客様も多い形になりますね。夏は特にもう地元の人にはちょっと並びすぎて諦める人もやっぱりいるんですけど、観光シーズンになると、まあ、空いてたらラッキーみたいな感じで入ってくれる人もいるので大変ありがたいです。はい、もう本当にねもう地元の方はもちろん、まあ、沖縄県外から来られる方からも人気の高いこの金吉そばさんなんですけれども、何やらちょっと話を聞きますとですね、読谷に実は新しくまだ店舗の方がオープンするということで、こちらの紹介もぜひよろしくお願いします。ガラの、読谷村の高志保かな、ガラ青い海の商業施設内に、4店舗一歩となる、ガラ青い海店というものところを、出店じゃなくて店舗をオープンする予定なんですけど、まだオープンの詳細とかはまだ未定となっておりますね。はい、でこちらの方はガラ青い海店
の方はEC サイトを通して全国に金乳そばの魅力を伝えるため の拠点として営業していくつもりですね。でイートインのコーナーでは、沖縄の青い海という塩を使って、沖縄の塩そばだったり混ぜそばなど新商品を新しく出す予定なので、ご期待ください。はい、ぜひ、ね、新しくから青い海の方でも新しく店舗を構えるということで、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さん、インターネットテレビをご覧の皆様へ最後にお店の PR よろしくお願いいたします。金乳そばは、あちゃぬくんち明日への力というものをスローガンとして活動してます。よろしくお願いします。はい、あと、ガラ葵店の方は、スタッフなども募集してますので、もし一緒に働きたいとかこうお店を盛り上げたいという方がいるんでしたら連絡ください。待ってます。はい、ぜひね、新店舗のスタッフ募集も合わせて本日はお聞きしました。はい、それでは本日金乳そば読谷本店の店長の千葉さんから本日はお話をお伺いしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。